臨時ニュースを申し上げます。臨時ニュースを申し上げます。大本営陸海軍部12月8日午前6時発表、帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋においてアメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れり、帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋においてアメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れり、こんにちは、五代美智子です。私はこの横浜から演劇を発信したいと横浜夢座を旗揚げしております。この横浜夢座を感激し応援してくださっていた詩人の筧真二さんがこの作品を15歳の時に実際に横浜大空襲を体験した実話です。筧さんはこの実話を本にして100人の人に送りました。その一人が私で、筧さんはその本を私に送った後数日後に急に亡くなられました。私はその本を胸に何日も何日も考えました。そしてこのことを事の葉に乗せて一人でも多くの人に語り伝えたいと、かつて私たちの町横浜にふるさとに何があったのか、真昼の夕焼け、縫製はやけに遠かった。そのくせグラマンの機銃音だけはすぐ頭上でバリバリと入り乱れた。もう聞き慣れているはずの B29 の重苦しいうなり声も今日はひときわ威圧感を持っている。何機来たんだろうと検事は考えた。1945年昭和20年5月29日、空の要塞といわれた米爆撃機 B29 の空襲は午前9時22分から1時間8分の間に2570トンの焼夷弾を投下。横浜の市街は壊滅した。米313爆撃隊の第一目標は東神奈川駅周辺だった。積んできた焼夷弾の半分は M47 焼夷弾と、もう半分は M69 焼夷弾。警察の調べでは横浜全体で21万251発とされている。大変なことになった。検事は狼狽している心を押し隠すように周囲の同級生や大人たちの顔をおろおろと眺め回した。鶴見の総持寺の裏山の住宅地に家がある検事は、これまでこのような大空襲の渦中に我が身を置いたことは一度もなかったのだ。牛尾田町の横浜ゴムの工場をはじめとして多くの工場や商店街を抱えた鶴見の下町一帯が焼き払われた時も、検事の家からはどこがやられたのかわからぬほどだったし、すぐ下の生麦町に爆弾が落ちた夜も
警報のサイレンで目を覚ました時にはもう終わっていた。中学校から動員されて同級生たちの百数十名とともに淵野辺の兵器学校へ泊まり込んで合掘りをやらされている今も、つい先立ての東京空襲では夜空に上がる火の手を美しいショーでもあるかのように丘の上から見とれていたものである。今日は1ヶ月ぶりに2日間の休暇を許され、それぞれ我が家へ帰る際の東神奈川駅に降りたばかりでの空襲であった。今日は横浜だぞと誰かが叫んだ。みんな防空壕へ入れ。戦闘帽にゲートル姿の中学生たちが先を争って壕内に飛び込んだ時にはすでに戦争の騒音が始まっていた。けたたましい機銃音が頭上を通過し始めたのはそれから間もなくのことである。船舶連合で来やがった。畜生、外へ出るな、やられるぞ。大人たちのうろたえた声が交差し、怯えた視線の群れが揺れ続ける壕の天井を見上げていた。味方の降格を乏しい砲声は散発的に遠く、やがてそれも途切れた。するとそれを待っていたかのように突如ザーッという夕立のような音が降ってきた。一瞬の振動が来るとパン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 と物の弾ける音が俺たちの壕を包み、それからひとしきり夕立の音と炸裂音は続けざまに彼らを揺さぶった。焼夷弾だ、蒸し焼きにされるぞ。待て、今出たら危ない。色めき立った大人たちの声が飛ぶ。大変なことになったと賢治はまた周囲を見回した。伝統もない壕の暗がりの中で誰の目も血走ってるのがよくわかった。膝の感覚が言うことを聞かなくなるような震えはこれが初めての経験だった。おい、何機来たんだろうな。自分の胸を押さえるように隣に立っている同級生の木村に言った。何機だっていいじゃないか。木村は怒ったように答えた。それもそうだ。賢治は黙ってまた天井を見上げた。何機だかな。命が助かってから勘定しても遅くはねえよ。職工風の男が賢治に言った。賢治は素直にうなずいた。命が助かってからという言葉は思いがけぬ痛切さで壕内に響いた。どうしよう。賢治はさっきから同じ言葉をつぶやきながらそれが声になっていないことに気がついた。どうしようと木村が言った時、賢治は木村も同じことを考えているんだと思った。どうしよう。どうしようもないな。海へ逃げるか山へ逃げるかだ。そうだ、なんとか逃げなければ。敵はいつでも波状攻撃で来る。今の頭上の攻撃はその第一定段に違いない。次の編隊が来るまでには数分の時間がある。その隙に逃げるんだ。賢治は無意識に拳を握りしめた。身内の震えはまだ止まりそうにもない。どっちへ逃げる。海か山だ。火のない方だ。焼夷弾のスコールと炸裂音はまだ続いている。赤ん坊をぶった女がドロンと濁った目を防空頭巾から覗かせ、赤ん坊はすでに泣く気力もないらしい。直撃を受けたらおしまいだねと女は誰に言うともなく言い、中学生たちは一様にぎくりと大人たちの顔色をうかがった。数分後、硝煙臭い騒音が途絶えると一人の男が飛び出していってまた戻ってきた。みんな逃げろ。隣の壕は直撃でやられている。周りはすっかり火だぞ。壕内は騒然となった。今だ、逃げろ。賢治と木村はどちらからともなく叫び合って壕を飛び出した。外には火と煙があった。
賢治はアスファルトの歩道に折り重なって倒れている二人の人間を見た。死んでる、燃えてる。賢治と木村はまた叫び合った。死体の向こうでは二階建ての商店がメラメラと火炎を吹き上げていた。ケタヤだ、ケタヤが燃えている。賢治の馴染みだった町並みは一斉に明かり下でなぶり回されていた。山はダメだぞ。振り返ると東神奈川駅の燃える背後に浦島が丘の一帯も煙に包まれつつあるのが目に映った。海だ。二人は走り出した。そちらの方角だけまるでたった一つの逃げ口を開けてあるかのように逆三角形の形で空が見えていた。第二艇団の襲撃は走り出して間もないうちに始まった。俺は焼夷弾の落下音を直接皮膚で聞いた。ダメだ、そんなところじゃ。そこの家へ入れ。転がるように歩道に伏せた二人の頭上へ怒鳴ったのはさっきの職工だった。空き家同然の二階建ての家の玄関へ転げ込むのと焼夷弾の炸裂が始まるのとはほとんど同時だった。くらむような閃光を俺は見た。音はそれから一斉に来た。たった今伏せていたばかりの歩道に落下した新爆弾から次々と数十個の油脂焼夷弾が弾き出されているのだ。危ないぞ、奥へ行こう。職工に促されて賢治と僕は土足のまま座敷へ上がった。作りから見て然るべき人物の住居には違いないが家の中は無人であった。これからどうしよう。賢治は黙ったまま職工の顔を見た。日焼けした顔だった。慌てるなと職工は言った。それからまるで自分に言い聞かせるように、慌てるなともう一度言った。いいか、敵は最初に郊外を焼いて逃げ道を塞いでから町中をやる。俺は川崎でやられてよく知ってる。間もなく市外に集中攻撃が始まるだろう。それまでに海へ逃げるんだ。運河に沿って逃げれば海への出口がある。いいか、今の変態が言ったら次のやつが来るまでに逃げ切らないとやられるぞ。僕たちはわけもなく職工の言葉にうなずいた。絶え間ない落下音と炸裂音の中で海へ出れば果たして命が助かるのか、それから先はどう逃げればいいのかという疑問すら湧かなかった。大丈夫だろうか。何が大丈夫だ。実際何が大丈夫であっても大丈夫でなくても問題ではなかった。沈黙のまま騒音に包まれている恐怖に賢治は耐えられなかったのである。大丈夫だ。この家は2階建てだから直撃ででかいやつが落ちなければ焼夷弾は2階で止まる。燃え出すのは2階からだ。それからでも逃げられるよ。職工の日焼けした顔を見つめながら彼らは押し黙った。第二艇団はそれから間もなく去った。スコールのような落下音が途絶えると、走れと職工が言った。歩道には数メートルおきに大穴が開いていた。一面に飛散した油脂がブスブスと燃えている。ちくしょう。木村が走りながら油脂の火を踏み消した。バカ、靴が燃えるぞ。夢中で数分間も走ったろうか、ドブドロの運河に沿って広場に出た。海べりに連なる工場への引き込み線の鉄路が走っていた。そして雑草ばかりで防空壕もないこの広場に数十人の男女が身を寄せ合っていた。危ないな。わけもなく賢治はそう感じた。第三艇団の攻撃はここで始まった。いきなり叩きつけるような焼夷弾の落下だった。俺は自分の真上に落ちてくるやつはもうスコールのような落下音も聞こえないのだと知った。一瞬
広場は炸裂音と悲鳴に包まれた。伏せろ。攻撃の前に身を露出させられた人間たちは割れがちに人々の垣の中に入ろうと争った。広場にはそのような哀れな数個の人垣が揺れうごめき、新爆弾から弾き出される無数の油脂焼夷弾は容赦なくそれらの群れに襲いかかった。燃える、体が燃えるよ。助けて。いや、誰がどんな声を出しているのか、すでに叫んでいる本人も気づかない。飛び散る油脂にまみれて防空頭巾が燃え始めたのも構わず、狂ったように泣き叫ぶ女もいた。ケンジはいつの間にか人垣の外に押し出されていた。思わず身を伏せた瞬間、右足のかかとに衝撃が襲った。うめきと悲鳴ともつかぬ声を発してケンジは足首を見た。代用ゴムの編み上げ靴のかかとの部分が剥ぎ取られてなくなっている。油脂の火をまき散らしながら飛んできた焼夷弾の筒がかすったのだ。どうしたと木村が言った。気がつくと彼も人垣の外に伏せていたのだった。ケンジは一瞬のショックに青ざめながら、うん、大丈夫だと口の中で答えた。おい、死んだぞと木村は重ねていった。木村の目の先に人が倒れている。それを刺した木村の手が震えているのを俺は認めた。身内から突き上げてくるような旋律を覚えたのはそれからである。鉄兜がひん曲がって外れている。直撃だ。仰向けにひっくり返り、チロチロとズボンの裂け目から火の下が覗いている。その死体はこれまでケンジたちを誘導し一緒に逃げてきたあの職工であった。ここにいると皆殺しだぞ。逃げよう。逃げよう。二人は立ち上がった。だがその時、唐突にケンジの手に何かが取りすがった。行かせまいとするかのように、それは思いがけぬ力でケンジの手を掴んだのだ。どうか一緒に逃げてください。それは女学生だった。防空頭巾の中の泣き出さんばかりの顔が必死にケンジの目を見つめた。置いてけ。お願いです、お願いです。女学生はケンジの手を離さなかった。連れてく、行こう。考える暇もなく、ケンジは女学生の手を引っ張ったまま走り出した。走り出した途端、彼は投げ出されるように転び、女学生も折り重なって倒れた。死体につまずいたのだ。おい、大丈夫か。ええ。見知らぬ女学生の体を抱きかかえるように起き上がると、ケンジはまた走り出した。焼夷弾のかすった右足も、今転んですりむいたはずの腕も、もはや痛みは感じなかった。広場の随所に転がっている死体は無数に見えた。上空を覆う黒煙のために辺りは夜のように暗い。その中で焼夷弾の炸裂する光が花火のように交錯している。みんな自分だけ助かろうと一心になっている。なのに俺は見知らぬ女性をかばいながら逃げている。焼夷弾の閃光を避けて伏せたり走ったりするうちに、ケンジは自分がキーなことをしている思いにとらわれた。それは少年らしい気負った正義感というよりは、妙な誇りにも似たむずがゆさだった。引き込み線のレールに足を取られたり、死体につまずいて倒れるたびに、ケンジは義務のように女性に声をかけた。君、大丈夫か。え、大丈夫です。運河伝いに10分ほども駆け抜けると岸壁に出た。そこは工場の中だった。何を作っている工場なのかは分からなかったが、建物はまだ燃えておらず、
やはり多数の人々が岸壁に集まっていた。そして木村もそこで賢治たちを待っていた。だるま船で逃げるんだ。みんなそれで待っているんだ。ほら、船が着くぞ。かなり高い岸壁の下に貧相なだるま船が引き寄せられているところだった。バラバラと人が岸壁に走っていく。780人はいるだろう。こんなに乗り切れるだろうか。行こう、乗れなくなるぞ。賢治も女学生の手を引いたまま木村の後に続いた。案の定、岸壁は先を争う人々でごった返した。船に渡した細い踏み板を渡りきれず、そのまま海に落ちてしまう者もいた。20〜30人も詰め込むと、もう船は沈みそうなほどの揺れ方をした。人々はますます焦った。やめろと怒声が起こったのは、もみ合う人々の真ん中である。何か光るものが目をいたと思った途端、人々は悲鳴を上げて飛び抜いたのだ。それは腕章を巻いた憲兵だった。光ったものは彼が軍刀を引き抜いたのである。女や子供を乗せて男は残れ。それでも乗りたいやつは俺が叩き切ってやる。憲兵が軍刀を振り上げると、人々はうろたえた声を上げて逃げ回った。揺れる船から父親を呼ぶらしい子供の声が聞こえても、男たちは岸壁を横目にするだけで何もできない。抜き身をぶら下げた憲兵が賢治たちの前に立った時、賢治はすくんだまま彼を見上げた。バカ者、貴様らは若鷹ではないか。船で逃げようとは何事だ。逃げやしません。賢治はやっとの思いで言った。言いながら何か賢治は苛立っていた。しかしなぜ苛立つのかわからぬまま、怯えたように軍刀の白い刃先を見つめた。何？憲兵はなおも賢治に何かを言いかけたが、賢治の背に隠れるようにしている女学生を見るとこう言った。女は乗ってよし。嫌です。何？憲兵はまたしても目を向いて軍刀を一振りした。女学生は賢治にしがみつくように取りすがると、残ります。人々は固唾を飲んで憲兵を見た。賢治は二人とも殺されると思った。しかし憲兵はじっと二人を見比べた後、何を思ったのか卑しい笑いを口に浮かべると、よろしい、よろしい、大和なでしこはそうでなくちゃいかん。彼はそのままくるりと背を向けた。だるま船の渡し板まで戻ると、男たちに向き直ってこう言った。お前たちの奥さんや子供は必ず俺が無事に逃がしてやる。安心せえ。彼が乗り込むと、だるま船はよたよたと岸壁を離れた。しかし、自分だけ逃げやがって。罵声はそれから次々に起こった。あの船沈んじまえばいい。行こう。人々の好奇の目を逃れるように賢治は少女の手を引っ張ってその場を離れた。さっきから憤りのような苛立ちが中学生の胸を突き上げていた。この子は絶対俺が守る。20歩ほど離れた地点に焦げたコンクリートの建物があった。二人が物陰を求めるようにその建物に歩み寄った時、突如キーンという急降下音とともに一連の砂ぼこりが突き刺さるように地上をなめた。グラマンだ、海へ飛び込め。慌てふためいた人々はその場に伏せ、海へ飛び込み口々にわめき大混乱となった。
賢治は木村が海へ飛び込むのをちらりと目にしただけで夢中に建物の中へ転げ込んだ。機銃掃射は容赦なく続いた。急降下する金属音が交互に繰り返されるのは2機のグラマンが獲物の血に舞い狂っているに違いない。二人はコンクリートの壁に身を寄せ抱き合うような形で震えたまま外の教官を聞いた。静寂の中で俺たちはしばらく抱き合ったままじっとしていた。冷え冷えとした空間が互いの体温を忘れさせていた。この時俺は建物の中の異臭に初めて気がついた。この建物は工場の片隅に建てられている便所であった。深々とその異臭を嗅ぐと助かったと思った。そして今度は自分が柔らかいものを抱いていることに気がついた。俺は慌てて突き放すように少女から身を離した。二人は無言で相手の顔を見つめ合ったまま外を伺った。恐怖はまだ抜け去っていなかった。外へ出てみようか。少女は首を振った。二人はまた黙った。ふとヒューンという音を聞いて俺はぎくりとした。しかしそれは虫の羽音だった。ハエが2匹便器から舞い上がったのだ。人間が死んでハエが生きていると賢治は思った。しばらくの沈黙の後で少女がためらうように口を開いた。防空頭巾の中で彼女の目は幾分落ち着いて見えた。お家はどちらなんですか？恥ずかしそうに聞かれて賢治は戸惑った。一緒に逃げてきてもこの女学生からまともに口を引かれたのはこれが最初だった。賢治には彼女の手のひらの感触しか覚えがなかった。東寺尾町総持寺の裏なんだ。燃えたかしら？さあね、燃えてるかもしれないな。賢治は突然のように孤独を感じた。畜生、戦争か。帰ったら家がないなんて。火に包まれた肉親たちの姿がえらく鮮明な映像で迫ってくる。うち六角橋なんです。お母さん死んでるかも。言い出したまま泣き出した彼女に賢治はまた戸惑った。大丈夫、生きてるよと言いながら賢治は苛立った。少女の母親の生死はもとより自分の肉親の安否にも確信のないことが彼の気持ちを痛切にしていた。涙を拭くために少女は防空頭巾を脱いだ。かわいいと俺は思った。目元の小さなほくろ、涙に濡れているのが印象的だった。セーラー服にモンペを履いた格好は俺と同級ぐらいの年齢に見える。戦争か。彼は先ほど憲兵と対した時のあのもどかしい苛立ちを思い出した。恐怖と怒りが錯綜しまとわりつくようなこの気持ちを反芻するように思い返した。しかしそういう自分の腹立ちが誰に向けてのものなのかはっきり分かったわけではなかった。 B29 やグラマンへか、あるいは憲兵へか、そしてまた自分自身へか。賢治の底から突き上げてくるものはそれらのどれも肯定することができなかった。戦争か。そして女学生の素顔を見つめた。俺はこの少女を助けた、救ったのだ。すると
誇らしさに甘い感動が彼を揺さぶった。煙が入ってくる。コンクリートの壁に沿ってどこからか黒煙が入ってきていた。出よう。二人はまた手を取り合った。100メートルほどの地点で工場の建物が燃えている。爆発するドラム缶が数秒おきに一個ずつ中空へ舞い上がるのが異様だった。ここは広いし燃えるものもないから火は来ないだろう。煙さえ避ければ。でも火の粉をかぶるかもしれないから岩壁の方へ行って壁を探しましょうか。うなずき合った二人は一歩を進めた途端思わずぎくりと足を止めた。そこは折り重なった死体の腹だった。俺は銃撃による血みどろの死体を初めて見た。焼夷弾の油脂のように飛び散った肉片が雑草に粘っこく絡みつき、血の流れは静かに海へ注いでいた。海もまた死体だった。黒っぽい人間たちが油や塵悪化に混ざった浮遊物となって岩壁に打ち寄せられていた。木村も死んだ。ケンジは呆然となった。思わず握りしめた少女の手のひらがイチジクのような柔らかさで潰れかかった。木村も死んだ。少女は怯えたように彼を見上げて。船が燃えている。いくらも沖へ出ないところで先ほどのだるま船が燃えている。みんなやられた。畜生グラマね。遠くで思い出したようにサイレンが鳴った。サイレンを持つこの工場は全滅しただろうに、それでもそれは黒煙の覆う空の隙間からかすかに白々しい音色で警報解除を告げた。終わった。二人だけになった。二人だね。言ったまま二人は黙って海を見続けた。ドス青黒く濁った海はまるで二人の心の内側のように死体を浮かべたまま揺れやまなかった。風向きが変わったらしく工場の燃える煙が二人の背後に忍び寄ってきた。辺りがまた夕闇のように暗くなった。帰ろう。え、どこへ？うちへさ。二人は歩き出した。差し当たり元来た線路自体に戻るより仕方がなかった。相変わらず中空高く跳ね上がるドラム缶を横目に見ながら雑草の陰で油脂がチロチロ燃えている道を歩くことは少女や少年の気持ちをえらく悲惨なものにした。二人は喧嘩の後のように無言で歩き続けた。そのくせつなぎ合った手はどちらからも離そうとはしなかった。焼夷弾の雨を浴びた広場へ抜ける前にレールは二手に分かれていた。右へ行こう。鶴見は右手の方角である。少女は黙って従った。しばらく行くと鉄橋だった。下には運河のドブドロの流れがあった。枕木がところどころくすぶってはいたが、どうやら渡りきれぬほどの距離ではなかった。しかし、渡りかけて少女は怖い、怖い。そしてそのままドブドロを見つめて立ちすくんでしまった。動きそうもない少女を見ると、ケンジは思い切ったように彼女に背中を向けてかがんだ。おぶってやるよ。少女はためらったが、やがて身を投げるかのようにケンジの背中に乗った。唐突なセーラー服の柔らかい胸の感触や抱え込んだ脚部にケンジは顔を赤らめた。それでも意外に重い彼女の体を支えて、俺は一歩一歩慎重に枕木を渡り始めた。俺は小学校の校庭でやらされたことのある
六木あたりを思い出していた。地上数メートルの高さで細い六木の頂上を端から端へ渡る。しかしこの鉄橋あたりは幼い冒険とは違っていた。いわば死地を逃れて石に脱出しようとする。しかも人間の重みを背中に支えた綱渡りだった。無事に渡り終えて少女を下ろすと、賢治は全身に吹き出す汗を覚えた。あの、すみません。あ、いや。と言いさして、さすがに彼はあえいだ。あえぎながら、行こうと言った。歩き始めると、私は彼の手を取った。すでにそうすることが二人だけの約束であるかのようだった。手を握り合いながら、俺たちは初めて笑い合った。それは切迫した危機を出し得た安堵の微笑みだったろうか。二人は小さな恋人同士のように、手のひらに全身の血を通わせて黙ったまま歩いた。一時間ほど歩いただろうか。鉄路は京浜電鉄線をまたぎ、さらに国鉄線に合流していた。市街地に入っているはずなのに、どこまで行っても残酷のくすぶる焦土ばかりだった。新小安だ。二人は鉄路をまたぎ越えて第二国道に出ていた。しかし見慣れたはずの家並みは跡形もなかった。家へ行こう。僕の家へ来いよ。焼けてはいないかもしれない。建設されたばかりの第二国道の貫通している東寺尾の丘陵地帯は、どうやら煙もなく空が見えていた。賢治の言葉に少女は初めて自分の存在に気づいたかのようにハッとした。そしてか細い声で、でもと言った。でも帰らなければ。帰る、帰るったって、君の家は六角橋だろ。ええ、燃えちゃってるよ。少女は首を振りながら、でもと言った。でもお母さんが、言いながら少女は絶望的な涙をあふれさせた。うかつにも相手に家族のあったことを忘れていたのだ。ごめんなさい、さようなら。不意に少女は泣きながら元来た道へ走り出した。振り向くことを拒否するように背中を震わせながら黒煙の空の下へ帰っていくのだ。賢治は呆然と見送った。遠くから鈍重なサイレンが聞こえてきた。それは近づくに従ってけたたましいものに変わった。東寺尾の方角から一様にうなり声を連ねてやってきたのは、茶褐色に偽装した消防車の群れだった。一人ぼっちになった。次々と脇をすり抜けて横浜市内へ飛び込んでいくサイレンを聞きながら、賢治は立ち尽くしていた。みんな死んだ。燃えくすぶった食工の死体、機銃奏者の海へ飛び込んだ木村、炎上するだるま船、そして救ったはずの少女もそばにいなくなった。俺は初めて彼女の名も学校も聞いておかなかったことに気づいた。彼女も俺の名を聞かずに行ってしまった。唐突な出会い、唐突な別れ方だった。賢治はまたしても得体の知れない苛立ちを覚えた。彼は走り出した。図らずもそれは少女の後を追うように第二国道を引き返しているのだった。消防車がそんな彼を次々と追い越していった。俺は少女を六角橋まで送るべきだった。賢治は走りながら決意した。彼女の家が燃えてなくなっていたら、彼女を自分の家へ連れて帰ることができる。
源氏は大きな忘れ物でもしたように自分を叱りながら走った。走りながら畜生畜生と口の中で言い続けた。しかし少女はもうどこにもいなかった。東神奈川の裏を外れると右へ曲がれば六角橋へ出るのだが、その方角は一面の黒煙であった。俺は走るのをやめた。泣きたい思いをこらえて立ち尽くすと、消防車だけがうなりを上げて幾台も走り抜けていった。畜生、今自分になって何だ言ったら気が済むんだ。ケンジは腹立たしげにつぶやいて空を仰いだ。檻から血のような夕焼けが天を覆う黒煙に遮られ、赤と黒の奇異な対照が鮮やかに流れていた。いや、夕焼けではない、まだ昼間のはずだった。黒煙の闇の隙間から火炎の炎が夕焼けのように覗いたり隠れたりしていた。真昼の夕焼け。戦争か。空を仰いだままどっと涙があふれた。夕焼けが赤黒くぼーっと霞んだ。